い、おはぎみ TV かのこです。ということで今日なんですけど、第2回間違い探し選手権をやっていきたいと思います。今日はなんか忙しくて朝早くから撮影してます。だいぶ外暖かくなってきましたね。この季節が一番好きです。寒くもなく暑くもなくちょうどいい。とりあえず間違い探しなのでしっかり間違いを見つけてください。少しずつ難易度を上げていく感じでやっていきます。これは何のモノマネでしょう。正解は、TV かのこのバトン部は週に2回19時半から行ってます。部活に入りたいなーっていう方は入部希望ボタンという名のチャンネル登録ボタンをポチッと押すだけ。ぜひ入部よろしくお願いいたします。ということで早速やっていきますね。じゃあ早速間違い探しをやっていきたいと思います。今日は5個くらい用意してるので、ぜひ最後まで楽しんで見てみてください。いきます。ブンバイヤー、ブンバイヤー、どこが違うでしょう。皆さんは違いが分かりましたか？正解はバトンの色を変えました。しかも種類も違う。こっちのバトンは2-3バトン用じゃけめっちゃ軽いんよ。こっちは重たい。これはなんか見た目がかっこよくて買いました。ゴールドよ。まあこれは簡単よな。ということで次やっていきますね。ブンバイヤー、ブンバイヤー、どこが違うでしょう。さてこれはどこが違うでしょう。チチチチチチチ、これも簡単ですよ。本当に正解はポップの手を変えました。ちょっと右手でできた自分を褒めたい。左手と右手で両方ポップを演技の中に入れる人はソロトワールっていう種目でよく見ます。割合で言ったら左だけの人7、あとの3割左右入れとるみたいなイメージかな。私は5回が限界です。でもロールは好きなので練習したら絶対いけるって思ってます。よし次いきます。次からどんどん難しくなってきます。まあまあそういうことなんで楽しんでください。ブンバイヤー、ブンバイヤー、どこが違うでしょう。今のは皆さん分かりましたか？結構分かる人には分かると思います。正解はコンタクトのやり方を変えてました。違いは右手から左に投げるか、左から左手にパスするかの違いです。これ難しかった？バトンをしとる人だったら分かるんじゃないかなとは思いますけどね。じゃあ次行きたいと思います。ブンバイヤー、ブンバイヤー、どこが違うでしょう。これは簡単でしょ。今回なんか簡単にしすぎたかな。まあでも楽しいんじゃない。正解はキャッチの仕方を変えてました。グラブで取るのかキャッチで取るのかの違いです。グラブっていうのが一番簡単な取り方ですね。でキャッチっていうのが左手でこういう感じで取る取り方のことです。はい次行きましょう。ブンバイヤー、どうこれ分かるよ絶対。バトンしとる人は分かると思うんだけどな。正解はバトンのパターンを変えました。最初はあのフラット横のパターンでやってたんですけど、2つ目は斜めのパターンでちょっとやってみました。バトンしとる人なら絶対分かると思う。なんなら分かってほしい。次がラストなのでしっかり画面に注目してください。ブンバイヤー、ブンバイヤー、どこが違うでしょう。どうかな、いつもより可愛いと思うんだけどな。正解は口紅を塗りました。
れ様でした。今日の動画もすっごい面白かったんじゃないかなと思います。ブブーン。第1回の間違い探し選手権をだいぶ前にやったんですけど、その頃にしては見られてた動画だと思ったので、今回第2回の間違い探し選手権をやってみました。皆さんいかがだったでしょうか。やっぱりバトンをしている人からしたらすごい簡単だったんじゃないかなとは思います。今から頑張って仕事に行ってきます。この唇で。この動画がいいなーって思ったら評価、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと LINE 公式アカウントの方でバトンのトレーニング動画について配信してるので、ぜひ概要欄から友達追加よろしくお願いいたします。ということで今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。